番最初にフィギュアを作ったのは高校生の2年かな。フィギュアを作るきっかけになったのはやっぱり自分で欲しいキャラクターを作るっていうのがやっぱりきっかけでしたね、うん、芸術だと自分の好き勝手に作れますよね。自分の表現だから。でも僕らがやってる二次元のキャラクターをそのまんまこう平面の中からそこからニューッと引きずり出してここにポンっていつも置いておきたいみたいなところでやってるんで、まあアーティスト扱いされるとそんなに嬉しくない、うん、研究者扱いとして何か褒められたらとっても嬉しいかもしれない。それがやってて楽しい、ね、うん、子どもの頃から親しんでいるミリタリーフィギュアをその孫悟空でやってしまうという。だからミリタリーの格好をした孫悟空のイラストがうまいこと存在したので自分の好きなものを孫悟空に乗っけてっていうのが今回のネタなわけで、お話の中でフリーザーたちが着ていたバトルジャケットをブルマに支給されて、これは軽くて調子いいからっていうんで渡されるんですよ。孫悟空はあいいじゃんって言ってスッと着ちゃうんですよ。でも天津飯やヤムチャはこんな敵が着てたもんは着れないみたいな感じで、だからそこのこだわりが上に行ける悟空とヤムチャや天津飯たちとの差はそこに出たのかなみたいな。で自分はそうだな、でこだわりがないみたいなところが孫悟空とかそのブーに近いのかなって気はなんとなくしてます、はい、こだわりっていうのはね、これ自軸ないこと言うけど本当はいい意味じゃないんだよね。こだわるっていうのは固執するって意味だから、要はこだわりのスープとかこだわりのシチューとか、そのこだわりつけるとなんか売り上げに貢献するでしょ。それでこだわりっていう言葉が蔓延してるけど、こだわるっていうのは固執するって意味で、そのこだわりがずれててればダメなわけじゃない。だからこだわらずにいろいろ使ってみるみたいなのが俺は大事だと思う。だからずっとやってると同じことを繰り返しちゃうでしょ。でもある日突然なんかこれはもしかしたら無駄なんじゃないかなとか、もしかしたらこの道具を新しく使ってみたら何かもうちょっと早くできるんじゃないかなみたいなことは大事だと思いますよ、うん、あんまりそうこだわりすぎるなってこれからやる人には結構伝えたいですけどね。このイラストがよっぽど好きだったっていうか好きだったんですよ、このイラストが。だから何かの形でこれをうまいこと作ってやれないかなっていうのは結構狙ってたような気がします、うん、注目のポイントはもうこのスタイルですよね。あとはそのこういうのがドラゴンボールの中であるっていうところでのこの格好なんで、要はリアルに存在する衣装なんで、そこの再現と絶妙にその漫画っぽい鳥山先生のまあこれを描いた当時の雰囲気のタッチというか線の流れをこの衣装に盛り込んで、漫画っぽい感じとリアルな感じの、まあ、程よい塩梅みたいのを探って作ったんですけど、その塩梅はいい塩梅にできたと思うんで、そこが見どころなのかなって。前回のエリックみたいなクリーチャーっぽくセルを表現するみたいなやつがもっといるかと思ったら意外にそれは少なくて、まあ、二次元っぽい表現を立体に起こすっていうところを結構攻めてくるんだなっていうのはちょっと意外でした、うん、優勝する自信はほぼないです、うん、ただこれ作り上げた時に自分の中で優勝って思いました。それは要はその造形の勝ち負けって大体自分の中でもうそのジャッジができちゃうんですよ。で自分の中でのそのなんだろうプライズみたいなのもしっかりと取れました。それぐらいものすごい気に入ったものが出来上がったんで、賞金もらえたら家族と遊び行きますそんぐらいかな。
ヒャー